橋書き。世界の至るところで、またあらゆる時代を通じて、人々は物語を語ってきた。そして大多数のそれらの物語が、我々の文化的伝承の重要な部分を構成している。シンデレラとか、白雪姫、あるいはオデュッセウスの冒険のことは、誰でも知っている。しかし、奇妙なことは、ギリシャ・ローマの神話とか、インドの神々やアイスランドの英雄の伝説は、日常の決まり言葉のように、人々の口によく上るものであるのに、すべてのうちでも、古い物語が事実上全然知られていないのである。それはほぼ4000年も前に、均等の民衆によって語られていたもので、粘土板上に書かれたものが彼らの古い町々の遺跡から見つけられているのだ。それがよく知られていない理由は、それらの物語が比較的近頃発見されたもので、未だに学者の独り占めから抜け出ていないためと言える。この本の目的は、これらの物語を一般読者に近寄れるものにし、それらが文学と民族学の中で正当な位置を占めるようにさせることにある。しかしながら、ここに出来上がったものは、むき出しの機械的な翻訳でもなければ、いい加減な言い換えでもない。すべての物語というものは、どこにおける場合でも語られる内容と同じだけ意図された内容に基づいているものである。そこで、比較できる材料の助けを借りて、物語がもともとの聴衆の心に呼び起こし、むき出しの言葉の骨組みに衣をつける役をする観念や連想のおおよそを取り戻してみる試みがなされた。その上、物語が不完全にしか伝えられていない場合には、失われた部分を補うよう努力したが、それは時にはヒントや手がかりに基づき、時には他の国の類似の説話に基づいている。もちろん、そのような付け足しが必ずしも神聖であると言い張るわけではない。それらは古代の像の復元部分と同じ序列に置かれるべきものであって、その像のトルソしか残されていなかった場合に当たるのである。本書に含まれている物語は、すべて著者による原文よりの翻訳に基づいている。カナーンとハッティの物語の直訳のいくつかは、私の著書、テスピス、古代均等の儀式と神話と劇に入れられている。他の専門的な訳文は、その後、旧約聖書関係の古代均等の文書に収められた。カリウドの決死、前さんとアクさんは本書で初めて英語になったものである。初集の図版は、もともとこれらの話を語ったり聞いたりした人々によって作られた封印の彫り物や岩壁の彫刻から取られている。それゆえ、この本は最古の芸術家たちによる図版切りの最古の物語集とみなされてよいものである。最後に、固有名詞について一言。カナアンの話は全くシオンのみよりなる文字で書かれている。それゆえ、大抵の場合、正確な発音が知られていない。ここで採用されているもの、例えば、アクハとパビルは、単に便宜的な間に合わせに過ぎない。さらに、セム語族のうちには、特殊字母を用いない限り、曖昧さなしにラテン文字で表示できない数個の音がある。で、そのような場合、私は慣用の綴りを用いることにした。しかし、次のような点を類似されたい。エルファ、ELHUA のような名前における H は、スコット語の LOCH の CH、にあたる音か、ドイツ語の CH と同じような強い H 音を持ち、ヤッシブ YASSIB は実際には
ヤツイブと発音されたのである。聖書のイサクは元はヘブライ語のイツハク YITZKHAQ に基づくものであることを思えば、本書の大雑把で間に合わせの展示法も心よく多めに見られることであろう。